皆さんこんにちは、ピカフの岡ちゃんとコブです。このチャンネルはビッグな男を目指すチャンネルです。それではどうぞ。おはようございます。おはようございます。本日はエアコン掃除でございます。はい、今日もエアコン掃除です。教訓を生かしてね、はい、リストバンド買いました。水がねシャーってきた時にね、うん、ポタポタしないようにね。今日も頑張りましょう。はい、えいえいよ。うんうん、結構すごいね。うん、すごい、うん、決まってないです。流しながらやってたけど大丈夫だよ、どこも異常なしで。異常なし、異常なし。絶対汚いでしょ。いや、すごいよ。こんな感じで、もう絶対歩いてくんの。それでは岡ちゃん、事の経緯の説明をお願いします。はい、先ほど動画に上がった通りエアコン掃除をしていたんです。そして2台目のエアコンは2階にありました。そのエアコンを一生懸命清掃し終わりました。そしてですね、運転ボタンを押すと中のファンに溜まった水がパラパラパラと出ます。送風口のところに水滴がつきます。その水滴をですね、こちらちょっとプラスドライバーで申し訳ないんですけど、これにタオルを巻いてスーッと来るわけなんです。その際にいつも僕は電源をしっかりオフにして中のファンが止まったというのを確認してから拭くんですが、少し気が抜けてしまい、はあ、無事に今日も終わった、しまったわけです。中から大量のゴキブリが出てきてしまいました。バチ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 という音、トントン。だよく見るとゴキブリではなくプラスチックの破片たちでした。僕たちはそこから身動きが数分ほど取れませんでした。完全に固まってるね。うん、でエアコンが急にブルブル震え出したので停止ボタンを押し、すぐさまお客様に大変申し訳ないですと謝罪をしに行きました。お客様はいいよいいよと、部品はあるのと、気にしないでと言っていただいたんですが、そこは寝室なんです。寝室のエアコンがこの時期に使えないはやばすぎる。やばいね。寝れません。これは早急に対応しないといけないと思い、もうその日中にパナソニックのエアコンだったんですけど、パナソニックさんに電話をかけましたが、お盆ということがあり全く電話につながらないんですね、何回かけてもね、うん、でエアコンの年数というのも15、6年経ってるエアコンでしたので、これはちょっともう部品の供給が難しいなと思いまして、新品を入れることとしました。その新品を入れるにしてもお盆でエアコンは大変忙しい時期です。それを早急に対応してくださった業者の方、本当に感謝しております。辛い時間を3日間ほどお客様に与えてしまったというのは、これはね、今後絶対にあってはいけないことですから。そうですね、一番気が緩むところの事故といいますか、うん、もうスイッチも電源も入って使える状態、あとはその水滴が飛び散ってるのを軽く拭いて終わりですから、片付け入ってましたので、
ただそこでやっぱりね、気が緩んだというか、そういうところはしっかりエアコンをさ、触るときは電源をちゃんと落とすっていう基本に忠実に動かないと、もう何台かエアコンをやって慣れが出てきて、運転もそうだけど、うん、慣れ出した頃が危ないんで気をつけましょうということですね。だからこの養生とかっていうのもなあなあになってくると思うんだよ、慣れてくると。だからその辺もね、気を抜かずにしっかりやりましょうということで、はい、そして紹介してくださった方にもね、本当に申し訳なくてね、いい業者だよって紹介していただいたのに、こんなことをやってしまったらメンツがないから、うんうん、俺だったらもうブチ切れですよ、お前何やってんじゃと紹介したのに、うん、方もね優しく言ってくださりありがたいことですわ。次回から絶対起こさないように気をつけたいと思います。そして話は変わるんですが、チラシは全然負けてない状況でして、だけどちらほら電話がね、取っといてくださってる方が電話をくださって、うん、仕事はできているという形なんですが、協力業者さんのお話聞いてたら訪問営業をやってた方でして、その方法っていうものを聞きながら、あ、なるほどなるほどと思い、早速自分で実践してみようと思いまして、ピンポーン、ごめんくださいと言ってきました。僕の中ではね、100件ぐらい回らないといけないのかなと、2時間ぐらいはかかるだろうかと思ったら、まさかの5件目で、お湯の方入って話聞くよと言っていただき、無事剪定草刈りについてなんですけど、その見積書を出させていただき、前向きに検討するということになりました。この動画を撮ってる来週までに電話が来なかったらちょっと、って形なんですけど、ただその訪問営業っていうのも他の業者さんが誰でもかんでもできるものではないなと思いまして、ピンポンって怖いよね、うん、ピンポンされる側もする側も怖いよね、うん、だからピンポンしてお客様に提案するときに、だいたい外のお家周りの外観とかから入るしかないと思うんです。だから剪定で木が伸びていますのでいかがですかだったり、草が伸びてるからいかがですか、どっか壊れてるからどうですか、もうこの辺しかないと思うんですよ、パッと見で。僕が今提案できるのは草刈り、そして剪定、終わり。ちょっとやばいなこれと、これは訪問営業も何もないなと思いまして、ちょっとね急遽ね営業のためにリフォームマニュアルを買ってきました。まあ、おおよそのリフォームの費用だったり、そのリフォームにあたってどこをその寸法をね測ればいいかっていうのが分かったりとか、お客様の風呂だとしてもさ、いろいろタイプあるでしょう。だからトイレ一つにしても水洗トイレにするかとか、ウォシュレットつけるとか、お客様が求めるのはどのぐらいのグレードの商品なのかっていうのを把握できれば、いろいろと提案ができるなと思って、屋根にしろ外壁塗装にしろ、だからちょっと学ぼうと思いまして、ただチラシを巻くだけだと実際に俺が巻きに行ってもったいないなと思って、誰でもできるじゃん。俺がさバイクで入れようがさ、他の人がバイクで入れようが一緒だから、入れに行った時にお客様がいたりとか、あ、ここのお家もあって思ったお家にすかさずピンポンをして、チラシ配り併用で訪問営業をしていこうと思います。ただね、今チラシ配りを保っているので、やばいね、朝5時に行くつって、5時って言ってました。5時でしょ。それも5時だとその訪問営業ができないわけですよ、うん、これもうちょっと多分時期が経ってきたら、冬とか、うん、暇になってくるから絶対、うん、その時にやれるようにいろいろ勉強をしてやりましょうと。こういうクロスの張り替えができるようになりたいけどね、難しいと思うんだけど、最低限見積もりはね取れるように壁の穴直してとかっていう話が来たりとかできたらね、まあそんな感じで頑張っていきましょうと。そうですね、はい、今回の件に関してはもう本当にもう俺が全て悪いですもん、これは。いやでも私も気が緩んで、言えばよかったじゃんお母ちゃん運転中だよとか、ちょっとそういうのも気にかけようと私も思いました。そうだね、せっかく2人で行ってんだから2人でさ確認カバーしてやっていこうっていうことでね、そこら辺もちょっと見直して、はい、マニュアル的なのを作りましょう。はい、はい、ということで今回エアコンを掃除に行って壊してしまい、大変お客様にご迷惑をおかけしてしまったという動画になります。この動画というのは業者としては起こさない方がいいなとは思うんですけど、僕たちは失敗も全部 YouTube に残して、同じ失敗を何回も繰り返さないために残そうと思いました。そのためこの動画を撮らせていただいております。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければグッド評価と、もう失敗だしづらいです、バツ評価だよねとチャンネル登録の方も頑張れよと思う方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。